古い小口を剥がして今新しい小口をつけていっています。この青いのはシールで、剥がすと下は白い綺麗な小口が出てきます。はみ出ている部分を今から削っていきます。小口を削っていっています。今このはみ出ているところをこの機械でスラに近いところまで削っていきます。最後は手作業で綺麗にしていきます。アクションの修理をしています。まずハンマーの、アセンブリーを、プレートから外して、古くなったこの、ブライドルテープをこのキャッチャーから外したところです。古いブライドルテープに長さを揃えて新しいテープを用意しているところです。バットスプリングコードの交換です。このように、この茶色いくなってしまった紐なんですが、これはすべて今回の場合切れていました。ここにかかっているあのべきスプリングも、前のダンパーのスプリングにあたって、折れ曲がっているものなどもありました。これから古いコードを除去して新しいコードを貼り付けていきます。スプリングコードをつけていっています。ここにスプリングがこの輪のところに引っかかります。今、鍵盤の、ブッシングクロスの方の貼り替えの方準備をしております。アイロンで、このように蒸気を当てまして、接着剤がこのように剥がれやすくなって、こういうふうに取っていっています。で、フロントの方はこうやって剥がしております。アクションの修理が完成しました。ブライドルテープが、新しいものが貼られて、こちらのバットスプリングコードも新しく貼られました。そして、ハンマーの、成形もしました。古い弦の溝が落ちて、綺麗な楕円の形に戻っています。鍵盤ブッシングの貼り替えの方を今しております。これ今ちょっと鍵盤の方ですね、今剥がし終えたものがこんな感じになっています。で、クロスの方を両側から入れまして、ジグの方を今このように、はめ込んでいます。長さに気をつけながら挟みまして、で余りのクロスの方をカッターで切っています。でこんな感じに今なりました。で一晩置いて、こちらの方をジグを取って、と鍵盤の調整をしていきます。同じくフロントの方も今張り替えをしております。フロントの方は剥がし終えたのがこんな感じです。で同じく両側からクロスの方を入れまして、でこちらもこの白いのがくさびなんですけれども、長さに、出過ぎても短すぎてもいけないので気をつけながら、で長さを合わせて、で余分なところをカッターで切ります。
で、こちらも一晩置いて外していきます。鍵盤の、クロスの張り替えの方も完了いたしまして、今ピアノの本体の方に入れております。ブッシングの方をですね、こうスムーズにちゃんと隙間が正しいところに来るようにの、鍵盤調整の方も済ましております。で、今は、こちらの弦合わせの方をしています。今このように間隔がバラバラになっているところをしっかり3本の弦の中央の方にきちっとまっすぐ当たるようにこちらのネジを回して左右に見ながら合わせています。今鍵盤の、高さ調整、鍵盤鳴らしという成長に入っています。鍵盤鳴らしは最初は発鍵の方から始めます。このような鳴らし定規という工具を使いまして、基準は一応見ます。で、見てちょっとピアノによっては変わりますけれども、で、基準スケールを合わせて、で、それで、鳴らし定規を当てて、で、隙間の方があるのが低いんですけれども、高いのはこうちょっとコンコンと当たるので分かります。で、低いのはその隙に合わせてちょっとこのようなパンチングペーパー、を使うんですけれども、色によって厚みが変わっていて、薄いものでしたらこの 0.04 ミリとかそのような厚みになっているものを使います。これでも 0.01 ミリはないような紙です。で、低いところはこのように出て合わせています。今ちょっと高かったのでまた薄いのに変えたりして、このように発見の高さを揃えています。で、黒鍵の方もこちらは発鍵からの高さになるので、発鍵からの高さ12ミリで、こちらでまた鳴らし定規を使って鳴らしをしています。で、同じく低いものはこの鍵盤を抜いて、パンチング、赤いのはパンチングクロス、こちらの下にペーパーパンチングを入れていきます。はい、今ダンパーの調整の方をしております。ダンパーの、一番右のペダルを踏んだ時に上がったら音が止まってる音がこのように伸びますけれども、そのダンパーというところの、総上げという作業はもう今済みましたので、今は、ダンパーのこの、いつ上がるのかという指導位置の調整、スプーン掛けと言われる成長の方をしています。スプーン掛けはだいたいそうですね、ハンマーと弦の間のそうですね半分ぐらいの位置でだいたい始動動き始める感じで調整をしているんですけれども、このアクションの
裏側の見えない部分にあるスプーンみたいなあの部品を曲げたりしていますので、全部あの感覚で行っている成長になります。この表からこのスプーンベンダーっていう工具を入れて、で遅くしたり早くしたりということをして合わせています。タッチが重いとか軽いとかあのそういう調整もできる工程なんですけれども、まあ、こちらのピアノに、タッチですね、特に軽くしたりっていう必要はないかなと思っていますので、通常の基準の調整位置で合わせています。今サイレントの方を取り付けをしております。アクションの方に、ストップのバーを今つけて完了いたしました。このようにダンパーとハンマーの間に、ストップするバーをつけて、で、また本体に入れてからご説明しますけれども、生音が鳴らないようなバーです。鍵盤の下に今、キーセンサーの方が取り付け完了いたしました。位置を合わせて、高さの方も決めて、そして、スイッチの方もこのようについております。今からペダルの方を取り付けたいと思います。はい、ペダルのセンサーの方も取り付け完了今いたしました。このように、ラウンドとソフトの2箇所のセンサーも無事取り付けました。であと、サイレントの方ですけど本体に入れまして、こちらのレバーでサイレントのオンオフをこのように、今オフにした状態オンにした状態でこのレバーが倒れます。で、今こんな感じで音が鳴るんですけど、サイレントのバーをオンにしますとこのバーが、こう倒れまして、で弦とハンマーの間で、ストップしまして、音が鳴らない状態になります。